心理っていうものを最後まで探求し続けた男だったんですね。かっこいいですね。トランス状態に入って、あ、神様がこうやって言ってますみたいな感じで、これね、最強の方法なんです。この授業には僕が作ったプリントがついていますので、そちらを見ながら授業を受けていただくことをお勧めします。概要欄に URL がありますので、そちらから印刷してみてください。でもこの授業っていうのは別にプリントを見なくても分かるように作ってありますので、みんなないならないで安心してご覧ください。ではどうぞ。どうもこんにちは、ここ未来チャンネルの俊介です。今日は源流思想の第2項ソクラテスについてやっていこうと思います。ソクラテスといえばもうめちゃくちゃ有名で、もう歴史上で一番賢かったんじゃないかっていう人もいるくらい、それくらい人気のある人物ですね。まずソクラテスが登場した背景、それを解説していきたいと思います。その背景、まずアテネが戦争に負けちゃうんですよ。ペロポネソス戦争っていう戦争に負けてしまって、それでアテネ全体がすごい疲弊してしまうんですね。そうなった時に起きたのがこの修武政治という状態です。この修武政治というのは何かというと、愚かな民衆って書くんですけれども、なんか群衆、なんかバカな民衆をなんか騙したもん勝ちだなみたいな、そのなんか気まぐれな群衆心理によって政治が決まってしまうような状態、それを修武政治というふうに言います。でだからそれを助長したのがソフィストなわけですよ。ソフィストってのは口のうまいやつだ、口のうまさを教えるやつだったじゃないですか。もう彼らがそれを助長したと、もっとなんか民衆を騙すような感じで言いくるめたもん勝ちですみたいな政治家が増えちゃったわけですよ。これ良くないわけですよ。もうソフィストっていうのは真理みたいなないよみたいな立ち位置なので、相対主義ですから、それをソクラテスってのはよく思わなかったんですね。もっと国の行く末みたいなちゃんと考えなきゃダメだよって言って、善とかそういうものについて考えようぜ。それでソクラテスが現れて、ソフィストっていうのをバッタバッタ論破していきます。でもうソクラテスはそういうことをしつつ、真理っていうものを最後まで探求し続けた男だったんですね。かっこいいですね。じゃあそれでソクラテスの何をやってきたかっていうことの続きを見ていきましょう。それじゃあ続き見ていきましょう。まずデルフォイの神託という出来事が起こります。この友人がある日来るわけですよ。こうソクラテスつって、ソクラテスに勝る知者はいないってっていうわけですね。これ何なのかっていうと、デルフォイにアポロン神殿っていうめちゃくちゃすごい感じの神殿があって、そこで巫女さんがトランス状態に入って、あ、神様がこうやって言ってますみたいな感じで、神様が巫女さん経由で伝言をくれるっていう、そういう場所があるんですよ。そこ結構ねものすごい場所で、そこにみんな結構行って、なんか巫女さんからなんか神託を受けたいって言って、この神託受けたいってみんな思うような場所、 そこの結構かなりいい感じのところがソクラテスが一番賢いよっていうわけですよ。 でもソクラテスは嘘だっていうわけですよ。僕はもう別に善とか美とかそういうことについて全然知らないのになみたいな、どういうことなんだって思って、ソクラテスはこういろんな知識人のとこ行くわけですよ。そしたら知識人とトークしてたら、あれ、なんかこいつら知ってるって言ってるけど全然知らなくねみたいな感じになって、あ、それだったらなんかもう自分が何も知らないっていうのが分かってるだけマシだなみたいな風にソクラテスは言うわけです。これを無知の知と言います。自分が無知だと分かってる、自分が無知だと分かってる、その時点でだいぶマシだってことですね。こうなんでかっていうと、これが知ってるって思っちゃうと前に進めないからですよ。もうそれ知ってるって思ったら何もしないじゃないですか。ここで自分は何も分かってないんだと認めないと前に進めないんですよ。これがソクラテスはすごい大事だと思ったんですよ。なんでかっていうと、もう知ってるって思ったら知ろうと思わなくなっちゃうじゃないですか。何がいいことなのか、善は何なのかっていうのが分からない、別に人それぞれなんじゃないのみたいな相対主義みたいな立場だったら、いやいや何が善なのかっていうのを考える努力しなくなっちゃうじゃんって言って、知ってるって思わないでみたいな、だからそういう無知の知、それで自分が無知だと思ってる分、自分は知識の探求心みたいなものがあるから、その分マシつってんのかなみたいな感じです。でこのソクラテスは別にこれでマウントを取ったわけじゃないんですよ。知識人たちに、いや俺の方が無知だったこと分かってるしみたいな、そういうことじゃなくて、いやいや違う、ちゃんと考えよう、みんなもっと考えよう、ねえみたいな、なんかそんな感じです。いや僕たち何も知らないんだよって言って、無知だ、無知を分かろうって言って、無知の知をぐわってみんなに気づかせること、それをソクラテスは使命としていろんな人を問答法で論破していきます。論破っつってもね、なんかあ、これですね、2番目、これ問答法です。これ読んで字のごとくなんですけど、これ問答、それを通して相手に無知を気づかせるというやり方なんです。これ何なのかっていうと、もうこれまあ簡単に言うと質問攻めですよ。質問攻め、なんで、なんで、ね、なんでみたいな、そういう感じです。こうなんか偉い人がいるわけですよ。偉い人がこれが善ですって言ってこう喋ってる講演みたいなのをしてるわけです。そこにソクラテスはバカのふりをしていくんですよ。バカのふりをしていって、ちょっと質問あるんです、すいませんって言って、あ、いいよ、なんだいって言って、それってどういうことなんですか、こうこうこれはって言って、ああそれはね、こういうことだよって言って、あ、そうなんですか、でもこういう場合もあると思うんですけど、それはどうなんですか、うん、あ、その場合はこうだよって言って、あ、そうなんですね、ではそれはなんでなんですかみたいな感じで無限に質問を繰り返していきます。
無限に質問を繰り返してたらいつかボロ出すんですよ。これね、最強の方法なんです。最強の方法。ソクラテス自体は何も主張してないので、これを永遠に繰り返すわけです。そうしたらいずれ、お、これはこういうことだって言ってるやつに、こう、え、さっきあなた何々だって言ってたじゃないですかみたいな感じで言ったりとかするわけです。それで喋ってるうちに、こう相手もあれなんか間違ってたのかなみたいに自分で気づく、相手に気づかせる。ソクラテスはそれがいいやり方だって思ったらしくて、でそれを問答法っていうのを繰り返していろんな知識値を論破していきます。これもうね、イラつきますよね。反感買いますよ、多分反感買います。でそれでなんか助産術、産婆術みたいに風に言われたりもするんですけど、こうなんかまあ産むのを助けるというね、まあなんか助産師、こうなんかなんていうかこうね、出産の時みたいな、そういう感じですよ。相手が気づくのを助けてるわけですから、こう直でこれはあなたは無知なんだって言ってんじゃなくて、こうじわ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 相手に無知を気づかせる。だからこうそういう風に言われたりもします。それでは続き見ていきましょう。ソクラテスはソフィストと対決しつつ、よく生きるためにはどうすればいいかってことを考えたわけですよ。ただ生きるんじゃない、よく生きたい、よく生きるんだと。まず大前提として自分とは何なんだと、あなたとは何ですかって言われた時に、肉体ですか財産ですか地位ですかっていうわけですよ。それはどれも違うと。肉体もあなたではない、財産もあなたではない、地位なんかもあなたではないと。あなたっていうのは魂なんですよっていうわけですね。この魂の部分、それがあなた自身だ。ということは、肉体をどうとか財産をなんちゃら地位をなんちゃらとかじゃない、あなたは魂への世話をしなきゃいけない、魂への配慮をしなきゃいけないんだと。自分の魂ってのをいい感じにすることによって自分はよく生きられ、チョークが、え、魂への配慮って何やればいいのっていう話じゃないですか。だからそれの答え、アンサーっていうのがこれです。ソクラテスの答えはこれ、善や性を正しく知ることです。それは何なのかっていうのをがっつり見極める。そうしたらいろんないいことが起こるよって言ってるわけですよ。いろんないいこと起こるよ。一つ目、自然に良いことができるんだっつって。なんでかっていうと、人々はなんか良いことしてないと、よく生きてない、でもそれは良いことが何なのか知らないからだよってわけですよ。良いことが何なのか分かってれば、人々っていうのはみんな自然に良いことができるんだよ。なので善や性を知ることはいいことだと。この自然に良いことができるっていうのを知行合一と言います。知と行動が同じってことですね。でまだいいことがあります。魂の優れた在り方、かっこ徳っていうのが実現するってことですね。この徳っていう状態、優れた在り方のことを徳って言います。この徳、カタカナで言うとアレテーというやつなんですけれども、このアレテーっていうのは優れた在り方ってことなので、例えば車で言ったら速く走ることとか燃費がいいこととかが車のアレテーです。先生のアレテーはといったら、まあ、うまく教えることとか生徒のやる気を出すことみたいな、受験生のアレテーで言ったらこう継続して勉強することみたいな、チョークのアレテーで言ったら簡単に折れないことみたいな、そんな感じですね。それがアレテー、徳、優れたあり方というものなんですけど、この魂のアレテー、人がどう人の優れた状態っていうものが善や性を知ることによって実現するよって言ってるわけですね。これを知徳合一と言います。善や性を知れば自然に徳っていうものが実現するよみたいな、結局一緒ですみたいな、そういうことですね。でそしたら徳っていうのが実現しますと、そうしたら幸福に生きられるんですよっていう、それが次です。これで徳っていうものが実現する、そうしたら幸福に生きられますよって。なのでこれを福徳一というふうに言います。そうですね、幸福と徳、徳が実現すればまあ幸福っていうものが得られるということです。福徳、得か。ソクラテスはこれで善とか性とかっていうものをめちゃくちゃ探求しようとしてたわけですよ。そこら辺の青年とかとトークしたりしながら、こう何が善だと思う君みたいな感じで、僕はこう思います先生みたいな感じでいろいろトークとかしてたわけですよ。でもこの前とかにこのね、ソフィストたち超論破行為っていうものがやっぱり反感を買ってしまいまして、結局ソクラテスっていうのはこう濡れ衣で死刑にされてしまいます。国家の認める神を信じず青年を惑わせた罪っていうわけのわからない罪に問われてしまって、結局死刑になっちゃうんですよ。裁判とかもちゃんとやったんですけど、もうなんか結局ダメで、もう投獄させられちゃうんですね、牢屋に入れられて。でこうそれでもうでも脱獄できるような状態だったんですよ。脱獄できるような状態で、当時ボロボロだったので、あれでね、まあ、なんかそれで別に結局逃げ出せるみたいな状態だったんですけれども、いや俺は死ぬぞと、その周囲の反対を押し切って結局毒牌を仰いで死んでいったっていう、ソクラテスはそういう最後を送っています。
ソクラテスがなんでこの脱獄をしないで死んだのかってことに関しては、結局ソクラテス自身の言葉っていうのが残っていないので何とも言えないんですけれども、僕はこの読んだ中で一番自分の中で納得感があったものをお話しますね。ソクラテスっていうのは自分の真理みたいなものをめちゃくちゃ追求してたわけじゃないですか。何が善なのかっていうのを一生懸命考えてたわけですよ。それなのにこう自分っていうものの肉体っていうものがこうピンチに陥ってるわけです。今ピンチに陥ってるんだけど、その肉体は自分じゃないわけですよ。それじゃなくて魂が自分なわけですから、その肉体がピンチに陥ったからとして自分の良いと思ってることを曲げる、それは魂への配慮にならないということです。自分の信念を曲げなかった、そうしてソクラテスは死んでいったんじゃないかと思いますね。市民としての正しい生き方、それがソクラテスにとってはそのまま法に従うことだったわけですよ。結局ここでですね、なかなかすごいことが起きてるわけですよ。ソクラテス結局本当のこと言ったら、自分って死んでしまったら本当は終わりなわけですから、それよりも大事なことなんてないはずなんですよ。でもソクラテスっていうのはこの自分が死ぬに足る善とか真理みたいなものが存在するってことが一人の死によって証明されたような、そのような心意気が感じられる死なんですよね。これはやっぱり哲学の本当のスタートっていうのはここから切られたんじゃないかと言っても過言ではないと思いますね。そしてこの時ソクラテスの死にめちゃくちゃショックを受けている一人の男がいました。彼は死であるソクラテスの考えというのを引き継いだ状態で、めちゃくちゃ斬新な理論というのを考えて、そのまま後世に多大な影響を及ぼしていきました。その男の名がプラトンです。次回プラトンやっていきたいと思います。ではお疲れ様でした。ありがとうございます。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。踏み込んだ内容を話している踏み込み倫理であるとか、ポイントだけをまとめた復習用の動画、それも再生リストにまとめて概要欄に貼っておきました。そちらをぜひ見ていただくのをお勧めします。様々な評価をこれから配信していこうと思っていますので、チャンネル登録であったりとか高評価ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。